県戦総裁前線の韓国経済、報復に巻き込まれると衝撃は必至。米中紛争の経済的影響は、香港関連の金融、サービス被害予想未来技術投資の脱中国動き続けば半導体や通信などチャンスになる可能性も、業界、不確実性が最大の悪材料と懸念示す。貿易や金融など経済分野の全領域が、米中の覇権争いの最前線となっている。ドナルド・トランプ米大統領が中国の通信装備会社、花為、ファーウェイを狙った制裁に続き、中国を排除するグローバルサプライチェーンの構築を目標とする経済繁栄ネットワーク EPN の形成に力を入れる中、韓国経済も嵐の渦に巻き込まれていく格好だ。両国の対立が反中国連帯への参加か否かの岐路に立たされた韓国経済に及ぼす影響は少なくない。ムンジェイン大統領も今月1日大統領府で主催した第6回非常経済会議で激化する自国中心主義と大国間の対立が韓国経済に少なからぬ負担だと述べた。対外依存度の高い韓国経済で両国の比重は非常に高い。両国を合わせると、昨年の韓国輸出額の 38.6%、輸入額の 33.6% を占める。昨年、韓国の最大貿易国は中国で、輸出1,262億1,300万ドルと、輸入1,072億2,000万ドルでいずれも1位を記録した。それに続く米国との貿易規模も、輸出と輸入がそれぞれ733億4,800万ドル、618億7,200万ドルに達する。全体貿易収支だけを見ると、香港310億3,900万ドル、1位、中国289億9,400万ドル、2位、米国114億7,600万ドル、3位など、現在対立の現場となっている地域が占める割合は、絶対的だ。特に最近、米中の対立がピークを迎えるきっかけになった中国政府の香港国家安全法の強行は、韓国経済にとって大きな危険要素だ。産業研究院のキム・スドン通商政策室長は、米中対立の深化に伴い、国内産業が報復対象になれば、短期的な影響は避けられないとし、最近の事態は、香港と関連したもので、香港と取引が多い金融産業やサービス、物流運送分野に衝撃が予想されると見通した。しかし、世界経済で韓国が占める割合を考慮すると、両国の対立に一方的に振り回されることはないと見る専門家もいる。業種別に及ぼす影響が異なる可能性が高いということだ。高高度防衛ミサイル、THAAD 事態で経験したように、中国消費者の影響力が絶対的な流通産業は最も危険にさらされている業種と言える。ロッテホールディングスの関係者は、THAAD の影響で中国での事業を調整し、東南アジアへの進出を積極的に行ってきたが、そのような流れが当面続くだろうとしながらも、中国は事業進出より、国内事業の免税店、デパートの主な消費者なので、国内産業への影響が心配だと話した。一方、半導体や通信装備など一部の業種では、国内企業の戦略的地位がむしろ、チャンスとして作用する可能性もあると見られている。匿名を求めた国策研究機関のある研究責任者は、トランプ政府がサムスンなどに対して、中国企業への半導体供給中止を直接要求するよりは、サムスン側がリスク分散のために自主的な決定で動くだろうと見通した。同関係者は、企業としては脱中国は避けられないが、これは従来中国に投資した施設の撤収よりは、未来技術や次世代半導体など10年後を見据えた投資を米国やベトナムなど中国ではない地域に移す形で現れる可能性が高いと見ている。にもかかわらず、不確実性が高まったという点で、業界全般が頭を悩ませている。国内半導体業界のある関係者は、
米国の主要7カ国会談の招待など業界にとっては、米国と中国のどちらか一方に偏るのは得策ではないため、バランスを保つことが最も重要だとし、これまでバランスをとってきたが、会談でどんな発言が出るか、懸念される側面があると述べた。また別の半導体業界関係者も、企業にとっては、不確定が最大の悪材料だとした上で、こうした状況で、国内企業がしきりに言及されること自体が望ましくないと述べた。米デモ隊対応の警官が銃で撃たれる、セントルイスとラスベガス。ワシントン、ミネアポリス2日ロイターから、白人警官の暴行による黒人死亡事件に対する抗議デモが各地で激化する、米国で1日夜、デモ隊に対応していた警官が銃で撃たれる事態が、セントルイスとラスベガスで発生した。ロイターから、白人警官の暴行による黒人死亡事件に対する抗議デモが各地で激化する、米国で1日夜、デモ隊に対応していた警官が銃で撃たれる事態が、セントルイスとラスベガスで発生した。セントルイスでは、警官4人が撃たれた。病院に搬送されたが、命に別状はないという。AP 通信は、ラスベガス警察の話として、警官1人が撃たれ、もう1人の警官も銃撃に巻き込まれたと伝えた。銃撃の詳細や警官の容態は不明。ラスベガス警察は、ロイターの取材に対し、コメントを差し控えた。ロサンゼルスでは、デモ隊が小規模なショッピングセンターに放火。ニューヨーク市では、店舗で略奪が起きている。中国、我々を標的にした、党派結成 G7 拡大推進に反発。韓国のムンジェイン大統領と米国のドナルド・トランプ大統領が、今月1日の電話会談で、主要7カ国、G7 首脳会議を G11 または G12 に拡大し、年内に対面首脳会議を行うことにしたことに関連し、青瓦台チョンワで大統領府の京民広氏官民即報道官が2日、年末に文大統領の訪米が実現するなら、G7 にオブザーバーとして参加する今回だけの一時的な性格のものではなく、韓国が G11 またはG12 という新しい国際体制の正式メンバーになると話した。京氏はこの日午後の記者会見でこのように伝え、我が国が世界の秩序を導くリーダー国の一つになるという意味と解釈した。続いて20カ国、地域 G20 首脳会議に加入したことも外交的経緯という評価を受けたとし、G11 または G12 の正式メンバーになった場合、我が国の国の品格上昇と国益に大いに役立つだろうと付け加えた。トランプ大統領の G11 または G12 拡大構想の理念には中国の存在があるというのが専門家の一致した見解だ。香港保安法問題で両国の葛藤が頂点を迎えている状況で投じた中国牽制用の布石で、追加合流候補国の韓国、オーストラリア、インドは米国のインド太平洋構想にも含まれている国々だ。問題は中国の反応だ。青瓦台はこの日、韓国政府の考えは中国が反発しないと信じているとしたが、習近平国家主席が年内訪韓を約束した状況で、米国の布石に韓国が呼応すれば、中国はこれを快く見ないかもしれない。実際、中国外交部の趙立堅報道官はこの日の定例記者会見で、米国が G7 首脳会議に韓国などを招待したことについて、中国を標的にした党派、証券し、排他的集団を形成することは関心を得られないだろうとしながら、このような行為は関連国の利益にも符合しないと反発した。文大統領としては、苦心が深まる他はない。文大統領は、トランプ大統領との電話会談に先立ち、非常経済対策会議で、ますます深まる、自国中心主義と兄弟国間の葛藤が、韓国経済に、小からぬ負担になっていると話した。韓国野党が新体制総選挙大敗受け若手、東洋、改革アピール。
韓国の保守系最大野党、未来統合党が近く始まる臨時国会を前に新体制を発足させた。4月の総選挙での大敗を受け、代表を置かず、非常対策委員会に若手を登用して、改革を強調、再起を図る。党をこれから、紳士的な政党に作り上げていく。総選挙の責任を取り、代表を辞任した貴京康、ファン・ギョアン氏に代わり、党を率いる金、昭輝都氏、キム・ジョンイン非常対策委員長、79、は1日の委員会初会合で、意気込みを語った。背後には、変化それ以上の変化と書かれた垂れ幕が掲げられていた。進歩系与党、共に民主党よりも強く改革のイメージを打ち出さないと、2022年3月に迫る大統領選で戦えないという危機感の表れだ。2日、議員総会に出席した金氏は、党が今直面している問題を直視し、さらに整理して、大統領選挙に向けた準備をするのが私の役目だ、とも語った。総選挙後、共に民主党は定数300の3分の2に迫る177議席を有する。103議席にとどまる未来統合党がどう対抗し、存在感を発揮するかが今後の課題となる。金氏自身は経済道理として知られる重鎮だが、委員会のメンバー9人のうち3人が30代と若い。女性は工場労働者出身の弁護士ら2人が入った。1日には早速新型コロナウイルスにより経営に打撃を受けた中小企業や自営業者を支援するための法改正案などを国会に提出した。ただ政府も過去最大規模の第3次補正予算案を提出する予定で、新型コロナウイルス対策で高い支持率を維持するムン・ジェイン政権への評価を覆すのは簡単ではない。未来統合党は元慰安婦の支援団体理事長だった、共に民主党所属のイン・ミカ、ユン・ミヒャン議員をめぐる疑惑を追及する調査班を設置。今後も国政調査実施の要求をちらつかせ、揺さぶりをかけていくとみられる。